中日ドラゴンズ対読売ジャイアンツのゲームを解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。まずはドラゴンズの先発小宮山さん、大事な立ち上がりを迎えるわけですが、小宮山さんは現役時代、立ち上がりは特にどのようなことを考えられてピッチングされてましたか？とりあえずボールをしっかり狙ったところにコントロールできるかどうかっていうところが大事でしたね。はい、そのあたり注目して立ち上がり見ていきましょう。外れてますか。はい、変化球わずかに外れてボール、ボール先行です。いいコースだったんですけどね。はい、ストレートわずかに外れてボール、ストライクが入りません。インサイド落ちました。バッターは2番に入っている丸。大野、まずは先頭バッターを打ち取っています。先発ピッチャー大野、そしてキャッチャーは古田。このバッテリーを打ちました。高く上がった。ぐんぐん打球が伸びて、バッターボックスには指名打者の柳田。ドラゴンズ初回から先制点を許す形となっています。小宮山さん、いきなり失点を許し不安の残るスタートとなってしまいました。まあ、ピッチャーの立ち上がりは精神的にも不安定なこと多いですから。そうですよね。ここからはきっちりと抑えたい。3球目打ちました。馬バッター山川、ヒットでランナーを一塁に置いています。内から入りました。できれば低めを打たせてゴロにしたいですね。なるほど、そうですか。2球目は何で来るか。引っ張った。さあ、これからジャイアンツが守備につきます。柳田が打席に入ります。まずは追いつくためにもこの先頭バッターを出していきたいところです。枠いっぱいに決めてきました。ストライクです。得意のボールでストライクを取りました。胸元へ決めてきました。ストライクです。あっという間に2ストライクです。インコース詰まりました。バッターは2番に入っている丸。山岡、まずは先頭バッターを打ち取っています。さあ、初球は何か。これが2球目、打ちました。バッターボックス坂本、2アウトランナーありません。打ちました。さあ、そして打席には鈴木が入っています。さあ、同点のチャンス。序盤に追いついてくれるとピッチャーは気持ちが楽になりますからね。なるほど、そうですよね。これは変化球、中へ向かって、これはストライク。ワンボールツーストライクです。打ち上げた。ここは際どいところも当てていかないといけませんね。なるほど。さあ、バッターは何を待っているか。低め、これは外れた。よどい球、わずかに外れています。これでフルカウント。レフトに持っていった。ドラゴン、肩が強いキャッチャーですから、走りにくいでしょうね。ああ、そうですね。引っ張った。2回表に入ります。ジャイアンツの攻撃、バッターボックスには5番大谷。ドラゴンズ同点で迎える最後です。初球ボール、膝元をつきましたが外れました。ボール先行です。インコース打ちました。いい当たり。ボールカウントは2ボール1ストライクです。
ナイスボールですね。はい、変化球が決まっています。3ボール2ストライク。打ちました。いい当たりだ。伸びていく。どうだ。バッターボックスは6番岡本。ドラゴンズ最終回で追加点を許しています。初球ボール。2球目打ちました。バッターは7番に入っている山田。ワンアウトランナーありません。インサイド見送っています。ボールですか。はい、外のストレートわずかに外れてボール。ボール先行です。バッター、打席には1番バッター坂本。ツーアウトランナーありません。初球は何で来るか。インサイド弾き返した打球は左中間へ。ドラゴンズ最後の攻撃になります。バッターボックス古田。ドラゴンズバッターボックスには代打の中村。打ちました。バッターは7番に入っている村上。山岡まずは先頭バッターを打ち取っています。まず何を投げてくるか。インサイド変化球決まっています。さあ2球目は何か。変化球入りません。今のはバッターよく見ましたよね。はい、変化球わずかに外れてボール。打ちました。打順は8番松田。ドラゴンズ同点のランナーが出ています。最初は変化球できました。ランナー動いてきませんね。3球目は何で来るか。辻さん、ここは盗塁はないと見ていいんでしょうか。いや、まだ分かりませんね。ただここはいいバッターなんでバッティング期待ということかもしれませんね。なるほど、そうですか。レフトに持っていった。さあ、そしてバッターボックスには浅村が入ります。ここは好打順ですから勝負どころですよ。さあ、長打が出れば一気にサヨナラもある場面です。まあ、長打のあるバッターですからここは俺が決める。初球から打っていった。打順はトップに帰って柳田。チャンスが広がっています。さあ、ドラゴンズ逆転サヨナラのチャンスを迎えています。ジャイアンツピッチャーが変わります。一打サヨナラ。次が2球目。際どい球わずかに外れています。これは手が出ないか。ストライクを取ります。4球目は何で来るか。ファースト。ここでドラゴンズ守備を変えてきました。3回の表ジャイアンツの攻撃。得点圏にランナーを置いて迎えるバッターは9番の小林。ドラゴンズ同点で迎える最後です。初球は何から入ってくるか。初球は打ち。いや、ツーシームから入ってきましたね。もうちょっと低く行きたいですね。なるほど。さあ、キャッチャーどこに構えるか。打席には福留が入っています。嫌なところで回ってきましたね。さあ、なおもピンチの場面で満塁となっています。こういった終盤での粘りが大切になってきますから、強気のピッチングで乗り切ってほしいですね。なるほど、そうですよね。やはりランナーがいると初球も慎重になりますね。
なるほど、そうですか。いや、いいところに決めてきますね。はい、低めにストレートが決まっています。これが3球目。惜しいですね。はい、インコースわずかに外れてボール。三塁牽制、わずかに外れています。押し出しなら勝ち越しということになります。右中間へ持っていった。ここは三振が取れれば理想的ですね。なるほど。さあ、キャッチャーどこに構えるか。ドラゴンズピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは見送ります。ナイスボールですね。はい、外のストレートがストライク。これが4球目。ファウルです。もう追い込んだのでいよいよ三振狙いですね。そうですね。内へのスライダーはボールになります。フルカウントになります。もう一球牽制球、さあこれで決まるのか。際どいが、あっとフォアボールです。ここはできれば三振を取りたい場面ですね。そうですね。球から際どいコースをついてきます。2球目は何で来るか。インサイドのボール球を打っていった。ここはゲッツーを取るようなピッチングが理想ですね。なるほど、そういった攻め方をしていけるかどうか。初球ボール、いいコースだったんですけどね。はい、ストレートわずかに外れてボール。外へのスライダー、ここは見極めています。ストライク入りません。内のボール打った。さあ、そしてバッターボックスには大谷が入ります。さあ、ツーアウトにはなりましたが、得点圏にはランナーが残っています。ここは我慢のピッチングですよ。なるほど、そうですね。初球いきなりインコース、強気な攻めをしてきます。さあ、2球目は何か。引っ張った。ドラゴンズ最後の攻撃になります。バッターは坂本。いや、先ほどは見事なツーベースでしたね。はい、ここも狙っていってほしいですね。そうですね。ドラゴンズビハインドで、さあここでドラゴンズダイソーを送ります。まずはインコース、まあ、やや浮いた感じでしたけど打ちにくいボールですよね。まあ、次は外というパターンもありますから泳がされないようにしたいですね。そうですね。さあ、何を狙っていくか。内のボール打っていった。さあ、そして打席には鈴木が入っています。さあ、なおもチャンスで満塁の局面。もうここで詰めておかないと厳しくなってきますんで、ここもしっかりつないで得点してほしいですね。なるほど、そうですよね。クリーンアップですし、点差を考えると犠牲フライでは物足りないんですね。そうですね。流し打ち、ドラゴン、
ここは点差もありますからクリーンアップとしての犠牲フライ以上の結果を出したいですね。ジャイアンツピッチャーが変わります。一打と外れています。ストレート打った、ドラゴン、打順は6番糸井。ドラゴンズ5回2点を返しています。さあ1点を追いかけ、なおも逆転サヨナラのチャンスを迎えています。まあこのままここもしっかりつないで得点に結びつけてほしいですね。さあここもつないでいけるか。低め空振り。さあ3球目は何か、落とした、これは空振りです。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。さあどのように料理していく、一、二塁か、ドラゴンズ同点、5対5、振り出しに戻りました。ご覧いただきましょう、この一振りで同点に持ち込みました。いや、いいバッティングを見せてくれましたよね。この回一気に同点まで来ました。さあそしてバッターボックスには村上が入ります。いい場面でいいバッターが続きますね。さあチャンスが続き満塁の場面、もうここで決めてしまいたいですね。なるほど、そうですね。